皆さんこんにちは、中野ジェームズ周一です。ランニングをしている方たちは走った距離は裏切らないと思っている方が多くないでしょうか。私は違うと思っています。走った距離は裏切ります。私はフィジカルトレーナーとしてランニングクリニックを行っていますが、多くの方が膝や腰に痛みを抱えています。よく話を聞いてみると、月間300、400相当の距離を走り込んでいます。そんな距離を走らなくても自己ベストは出せます。この本の最大の特徴は、最小限の練習で速くなること、最小限の練習で自己ベストを出すことを目標にしています。自己ベストがなかなか出せないという方、一番の原因はレースの最中にオーバーペースで入ってしまったり、また途中で速度が落ちてしまったり、また上げたり、この繰り返しをしているので効率が非常に悪くなってきます。完全に一定のペースで 42.195 キロ走れる、これが自己ベストを出すための最短の方法です。ということは、自分がどのペースで走っているのかを体に記憶させること、そのためにしなければいけないことがペース走になります。さらにこの本の中では、普段からどんなストレッチをしたらいいのかということももちろんそうですが、それ以外に下半身の筋力トレーニングのプログラムも用意しています。すべてのプログラムをやっていただけると、着地衝撃がほとんどなく、フルマラソンと同じだけの負荷を下半身の筋肉に与えることができます。ということは、膝関節により安全に、そして実際には下半身の筋肉にはフルマラソンと同じだけの負荷が加わる。20キロ、30キロ、40キロ、それだけ長い距離走る時間がない、またはそれだけの筋力がないという方、雨の日外で走れない時、ぜひ家でやってみてください。これはイラストで見ることもできますし、動画で見ることもできます。この本を通して、より一人でも多くの方が自己ベストを出し、そしてフルマラソンでの生きがいを見出していただけることを期待しています。